はい、ウクレレだるまです。2023年12月26日、本日、本年度の、おにぎりだるまの営業最終日でございました。ウクレレだるまも、動画撮影、今日が最終日かなと思います。2023年の最終にお送りするのはこちら、ポノのソプラノ。最近、よく売れてます、このカレレシリーズ。今日は MS の K、 マホガニーのソプラノをご紹介したいと思います。スペックは、ボディは、オールマホガニーの単板、センターブックマッチの2ピース材ですね。でネックもマホ、シバンと、ブリッジは一応ローズウッドとなっております。ヘッド黒いですけど、塗装ですね。ポノというのも埋め込みとかではないです。多分これも塗装という形ですね。でもペグはちゃんとグローバーのギアペグが使われてて、ナットサドル、ここのパーツはグラフテック社のヌボーン XB 人工牛骨ですね。普通のプラスチックと比べるとやっぱり音がいいっていうね、人工牛骨を使ってくれてます。スペックとしてはもう申し分ないですね。ケースはちょっと薄っぺらいんですけど、これで29,800円と消費税かな。めっちゃお得だと思います、正直で。今箱から出したばっかりなんですけど、もう正直悔しいぐらい素晴らしい調整の仕上がりですね。ナットの高さも、ナットの溝の高さですね、4本掘られてるこの溝の深さ、ちょうどいいですね。ベストです。大体どこのメーカーも高めに作ってくるんですけど、高いっていうのはこの弦の溝が浅いので弦が高いんですね。だから押さえるときギューッと押さえないといけないので、弦が曲がっちゃいすぎて音程シャープしたりとか押さえるのしんどかったりするんですけど、もうギリギリまで掘られてるのですごい楽です。見方としてはね、3フレット押さえてください。その時に1フレットにやや隙間がある、本当にほんのちょっと隙間があるっていうのがベストですね。これくっついて、この3フレットを押さえた時に1フレットに弦が当たってると、それ削りすぎですし、めっちゃ空いてるやんっていうね、これ0.5ミリぐらい空いてるんちゃうかなっていうのはちょっと高すぎなんですよね。本当にもう見てわからんぐらい、こう触って、あ、確かにちょっとこう横から見て、あ、弦ちょっと動いてるわっていうのが正しい高さです。これすごい正しい高さです。で、面取りも最低限行われてて、全然痛くないですね。で、フレットのサイドの仕上げもすごい滑らかに丸く加工されてるんで、完璧ですね。で、こちらに関してはオクターブも、いい感じです。特にサドルで、いわゆるオフセット加工と呼べる、当たる位置を微調整したりはしてないんですけど、張ってる位置がいいんでしょうね。素晴らしくいいセッティングで送られてきてます。4弦2.6ミリ、1弦2.6ミリ、弦高もベストですね。だいたいスペック全部言ったかな。指板、ネックはここで継がれてて、あとここで継がれてるという感じですね。3ピース材ですね。ポジションマークはパーロイド、いわゆる、パールっぽい、マザーオブパールっぽい、樹脂でできてます。サイドはただのホワイトアクリルのドットですね。5710と指板と指板サイドそれぞれに入ってます。すごい小さいですけどね。大体説明できたかな。さて、じゃあ弾きましょう。
ちょっと12フレット1弦伸びないですね。この辺は伸びるんですけどね。大体この辺ハイポジションね、ボディトップの裏、あ、ボディトップの上にあるフレットの部分っていうのは音伸びにくい傾向があるんですけど、12フレットぐらいまでは結構大体伸びるんですけど、ちょっと12フレットの伸びが悪かったかな。結構この辺はね、個体差あります。もうウルフトーンとか読んだりしますけどね、なりすぎたりならなすぎたり結構ムラがあるんですよね。そればっかりはある程度は妥協しないといけないとこもあります。でも音すごい高級なウクレレの音しますね。ボディのねシェイプもちょっと細めで、いわゆるマーチンシェイプのような感じですかね。昔ながらのハワイの昔のウクレレのようなシェイプで、でマホガニー使ってるからほんまにマーチンみたいな、めっちゃいい音します。でこのシリーズラッカー塗装のサテンフィニッシュなので、まあ育つでしょうね。ポノってもともとならないので、込んで育てましょうという系のウクレレです。作りはだからがっちりしてますんでね、真ん中に1枚貼ってて、でブリッジの周りにも補強材が入ってます。いいウクレレやと思います。短めにいこう。今日はポノの MS の K、 マホガニーのソプラノオール単板モデルご紹介させていただきました。それではまた。